Vivian Entertainment Production。はい、はい、じゃあ最後にじゃあ3アイテム目は3アイテム目ですね、はい、3アイテム目がですね、本日メイン、メインだったんですね、こっちが。いや、全部メインです。あ、全部メイン、はい、ですね、ちょっとあのルームウェアを、これはすごい、はい、いいかなと思いまして、おー、はい、こういう感じで作って、前回からだいぶパワーアップしましたよね。そうなんです、前回はね結構シワシワになっちゃってたんですが、そう全然シワにならないんですよ、これ。この生地は本当だよ。うん、それで、ピンクとですね、今鈴木ちゃんにも着ていただきました、はい、ブルーを作ってみました。ちょっと見るかな、下がね、こうちょっとね、色がブルーとベージュみたいな感じでしております。セットのパンツもあります。はい、ちょっと着てみるか、私。あ、そうですか、着ちゃいます、着ちゃいます。まあでもいいですよね、多分寝る時に、はい、女性は、はい、結構ね、ツルツルの生地でね、いいんですよ。で、こうちょっとね、ここと、見えるかな、ここに、ボタンがついてまして、ボタンつける、はい、でこっちにもボタンがついてまして、ボタンつける、あれ、ボタンがどこだ、ボタンが、あ、そこだそこだ、はい、つけるとなっております。はい、うん、リュック欲しいです。リュック普通に欲しいです。普通に欲しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こういう感じでリボンを、はい、レースがね、襟元についたんですよね。そうなんです、うん、長さが違いますけど、こういう感じで、で、よいしょ、こういう感じでズボンもつくわけなので、はい、これもね、結構、なんていう生地ですか。マットサテン、ね、マットサテン、まあ、上品な輝きのサテンです。ですサテンですので、それでいて本当にシワにならないです。シワにならないですよね、本当にシワにならないな。私実はさっき急いでこの袋の中に入れたんですが、全然シワになってないことに驚きました。というわけで、これはね、巾着かわいいですよね。そう、巾着もついてるんです。で、ストレッチザウィングスと書いてあります。あ、そうですね、そうです。これは私が私が考えてないか。いや発案者です。はい、羽を伸ばすという意味です、うん、こんなご時世なので、なんかこうルームウェア着てゆったりしていただいたらいいなっていうのが一つと、やっぱりバレエはですね、ストレッチが大事なので、ストレッチという言葉を入れてみました。で、ウィングス、まあ、あの白鳥の湖ですね、バレエの白鳥の湖をイメージして、ウィング、羽を、という言葉を使わせていただきました感じです。はい、ですね、というわけで、はい、はい、でもどうでしたか、うん、佐伯さんね、今までもしかしたらね、アパレルのデザインとかね、やられたことあるのかもしれないんですけど。いや、ないですね。あ、本当ですか、はい、こう初めてやってみてどうでした。なんかすごい楽しいですね、やっぱり。なんかこうバレエモチーフ、なんかやっぱり自分がバレエを10年以上やってきたので、はい、それに携わる何かをしたいなっていうのはずっとあって、はい、なので、なんかこういうのを考えるの本当に楽しいし、なんかすごい贅沢な時間だなと思ってます、うん、本当ですか、うんうん、で、そんなことで、うん、ちょっと僕ちょっといろいろ考えたんですけども、うん、ちょっともう皆さんこれだけ反響ありますので、はい、もう受注を取っていこうかなと思ってまして。お、ついにもう完成が出来上がってますから。はい、で、日程なんですけども、はい、本当だったら1時間後とか言いたいんですが、はい、この1時間後って言いたいんですけど、超ギリギリに出来上がってきたので、はい、まだ工場からコストの連絡が来てないんですね。あ、なるほどなるほど。ってことで、うんうん、まあ、工場から そのコストの連絡持って、うん、ちょっと適正価格を考えまして、うん、はい、6月10日6月10日、6
の日。武藤の日。誰？武藤敬司ですね。武藤敬司ですね、はい。全然関係ないです。全然関係ないです。全然関係ないですよ、はい。プロレスラブってことでね。はい。じゃあ6月10日。6月10日。はい、でどちらで販売かっていうと。そうだよ。こちらね、鈴木さん。はい。はい、ちょっとうちのユノエスクのサイトでとりあえず販売させていただきたいと思います。見えますか？今後私も SNS に貼ります。あ、お願いします。はい、ありがとうございます。で、6月10日に販売スタートしまして、うん、はいはい、今回はまあ約1ヶ月間皆さんの受注をいただいて、うんうん、そうですね、皆様にお届けできるのが8月お盆明けから下旬、早くてお盆明け、まあ、8月下旬っていうふうにね考えていただければいいんではないかなと。8月下旬にお家に届くということですね。はい、はい、で今回はまあちょっとね、うん、お時間かかっちゃいますけれども、はい、いいものを作るってことで、うんうん、そうですね、ちょっとそこだけはご理解いただければなと思います。はい、はいはい、8月下旬まで楽しみに待っててくれるかな。いいとも。僕だけの発言。僕だけの発言。そう乗りついていけなかったです。分かる。あ、組みながら。大変大変。はいはい、じゃあ8月の下旬まで待っててくれるかな。いいとも。急なシュールみたいになった。残念な感じだな。でもすごいですね、2月からやって。うんうん、こんだけ反響いただいて、そうですね、もうこんな商品ができ、ありがたい。ただ、完全オリジナル。ただなんですよ。ただ、どうしました？これただなんですか？そうですね。ただじゃないよ。お値段は、お値段は、6月10日発表するんでね、ここ見てもらいたいんですけど、ね、ごめんなさいね、言いたかったんですけど、はいはい、ただ、ただなんですよ、うん、実はですね、はいはい、これだけインスタライブね、うん、皆さん盛り上がっていただいてるんですが、うんうん、実はですね、ちょっととんでもないところの盛り上がり始めてまして、うん、いや、もうちょっと名前はまだ出せないんですよ、うん、契約締結しないんで。あ、なるほど。なんですが、うんうんうん、本当に契約締結っていう四文字熟語社長っぽくなりました。あ、本当ですか。本当ですか。よかったです。聞いてもらえて。びっくりびっくり。実はですね、皆さん、うん、ね、携帯でお買い物とかしたことあると思うんですけども、うん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 、実はですね、急遽つか本当に急にですね、本当に2週間前、本当に2週間前に、はい、某、うん、大手通販サイトさんから、うん、いきなり連絡が来ました。おお。で、なんと、はい、佐伯ひな子×ユノエスクを、うん、出店して販売してもらえないかというご連絡がリアルに来てしまいました。ちょっと僕もドン引きするぐらいびっくりしたんですけど、えって、まだ参加しやってないじゃないですか。参加しやってないのにって、ですか、あの世界。それはまだ言えないです。NGK のやつ。やばい、もうガチ NGK です。どうしよう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 。どうしよう、まだ言ってなかった。聞かなかったことにしてください。いやいやいや、ごめんなさい。どうしよう。どうしよう。記憶を消す？記憶を消してもらいましょう。記憶を消してもらいましょう。はい。電源切ってもダメですよ。だってこれ今油汗出てますもん。どんなごまかし方ですか？電源ってどういうことですか？まあまあそういう、ね、まあ、そういう、ね、そういう噂もあるよ。そうそうそう。そういう噂もあるよ。噂ですね。はいはい。いやいやいや。まあ、ただもしかしたら、うんうん、A さん、A 会社ですね。あ、なるほどなるほど。本当にポンと連絡が来た。本当にポンしたんですよ。すごいですね。あのね、はい、インスタライブ見ていただいてる方とかが、あ、なるほど、やっぱり皆さん盛り上げてくれたからこそ、はい、ね、そのね、うん、某会社さんに、某社に伝わったのかもしれないです。はい、はい、よかった。なので、ありがたい。どんどん進化してますね。はい、そうです。で、僕ちょっと一つ提案があって、うん、佐伯ひな子かけるユノエスク、うん、第2弾いっちゃいませんか、うん、もういっちゃいません、ここまで来ちゃったら。本当ですか。どうですかね、逆に皆さん。大丈夫ですか。どうですか、逆に。
ですか。はい。じゃあ。でもあのせっかくちょっとね、うん、今回あの佐伯さんが着れるような、はいはい、ちょっとまあお子さんでもね使えるような、うん、あるんですけど、はいはい、まあこういうね従来のラインは崩さずにやってもらいたいんですが、はいはい、逆に、うん、そのなんつうんでしょう、そう、僕バレエってあんま詳しくないんですよ、うんうんうん、逆にそのバレエの詳しい佐伯さん的に、うん、こういうのやっていきたいってあれば、そうですね、逆にちょっと、うん、せっかく皆さんにねこれだけご連あの、ね、はい、コメントいただいてるんで、はいはい、なんかねちょっとそうです、ね、新しいラインというか、うんうんうん、やっぱり今回はやっぱうちの次女が今17歳なんですけれど、はい、割とその子くらいの年齢目線で商品を作っていったので、うん、なんかもっとみんなが使えるようなのがいいなと思いまして、うん、例えば、うん、バレエやってた方がこうお母さんになって赤ちゃんと、例えば本当にベビー服的なものとか、はい、親子で着れる的なのを考えてもよしだし、結構ね今ねコメントすいませんね、今回あんまりコメント拾えてなくて申し訳ないんですけれど、男性からのコメントもすごい多いので、うん、男性でもあの使えるようなものとかがあってもいいのかなと思いますし、あとはまあコメントでこういうの欲しいよっていうのをくだされば、私あのじゃあどういう風になるかなってちょっと考えてみたりもしてもいいかなと思います、うん、なんか僕のイメージだと、うん、なんかなんだろう、やっぱメンズですよ。メンズメンズですね。あ、じゃあメンズラインっていうの面白いかもしれないですね。そうですね、あ、男性でも使えるもの、そうですよね。で、あと逆にそのメンズラインも、うん、もう進行しちゃうんですけど、はい、逆にそのなんか僕のイメージだとそのバレエってなんかお子さんがやってるっていうイメージがあるんで、うん、レディースライン、うん、メンズライン、うん、そしてジュニアライン、ジュニアって言うのかな、ジュニア、キッズ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 ライン、キッズ、そのお子様的な、うんうんうん、このもやってもいいんじゃないかなって、うん、せっかくそこまで幅広くなるんであれば、はい、そうですね、どんなとこなんですかね、わかんない、なんかこう親子で着れる的な感じでのなんかね、ある考えますか、考えてますか、考えますか、はい、というわけで6月10日の、受注を楽しみにお待ちしております、はい、ぜひ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 お願いします。じゃあおやすみなさーい。おやすみなさい。